て、はい、ここに乗っけてやったから出てこいこの野郎。うん、静かにしろ、歩け。で、入ってね。それで、誰にやられたの？ニディアの手下だ。馬鹿げてる。プルポがニディアをはめようとするなんてありえない。ちょっとだけいいかしら？かなり仲が悪いな。利用しない手はない。お互いに盗んだと思わせる。その方法を考えないと。関係を壊すような情報がないか探してみよう。お前ら一体誰なんだ？プルポのいとこ、母方の。ちょっと無理がありそうな嘘をついたけど。同じ組織なのにニディアとエル・プルポは仲が良くないようだな。お互い何か企んでると思ってるんだろう。サイン人に油を注げば内紛を起こせそうだな。よし。で、この地方のいろんな重要情報ができたから、どれか行ってみよう。で、地点を探りながら武器情報とかも探んないと。何つけてんだおい。何つけてんだ。デコトラだよね。デコトラじゃねえ。危険なデコトラだもん。いや、いざとなったらこれ突っ込むんで。ああ、ドーンって。あ、はい。あ、ここは若干の反乱軍にエリアの偵察をするよ。シカリオのリーダーを発見。少し気弱そうで、恐怖を広めるには最適だ。ん？おお、脅迫できる人がいる。なるほど。で、あとは中の人たちだ。あ、パーツあるじゃん。ちょっと待って。ねえ、これバレちゃいけないやつ。あいつ確保して尋問したいからバレちゃいけないやつ。おい、危ない。これどっか周囲に入れそうなところある？ドローンで見てみっか。いや、なさ、あ、あるわ。ある、あるある。ちゃんとあるんだな。ちょっと遠いけど。まずは情報だけもらっちゃおうと思ったら入口がない。あら、あ、あった。ん、あいつやれるな。こいつやっちゃうわ。オッケー、情報ください。あ、やべやべやべ。見ろ、ネットで化粧品を買ってるの。レシートに住所が。バカ野郎、痛い。捕まえて。どこに死んでる？いた。ここ。なんか瞬間移動してるけど。いえ。危ないところだった。Okay、まだこの距離なら追いかけられるっていうか、あれ？止まってね？ここに武器ケースがあるぞ。あ、止まってん？これは使えるな。ちょっと追っかけちゃう。撃ちまくった甲斐があったか。SUV。あ、逃げてる逃げてる。乗って乗って乗って。OK。捕まえちゃおう。なんでこんなところにユイだとか。あぶねあぶね。あ、滑る。あ、ちゃんと雨で滑るんだ。あれ、なんかどんどん距離離されるな。早いな。あ、早いね。あった。うんうん、腕腕腕腕。あ、ちょっと待って、ここ危ない。殺すとこだった。待って、攻撃しないで、サンタブランカ。協力してくれれば悪いようにはしない。よしよしよし。危な。俺が怖いかだろうな。お前の腹を切り裂いて謎が出たまま帰ってもらうのもいいが、
今日のところは勘弁してやる。俺たちはサンタブランカを潰しに来た。逃げ場はないって仲間に警告しておけ。許してくれ、勘弁してくれよ、お願いだ。あのチンピラ殺されないだけラッキーだな。後ろからユニダット、ユニダット、お知らせだってことを反乱軍にネタにしてもらわないと。硬い。相手に相手にはしない方がいい。ヘリコプターかも。軍に乗り物を要請した。でそっちかーい。遅い遅い、早く上がって。よし、おお。でどこに行こうかな。ビックリマーク近くにあるこれ。村人たちは私の仲間への警戒を解きつつある。パック語りだ。もう少し実用的な支援をしてもらいたいところだ。仲間の中には靴面持っていない者もいる。時間はかかるかもしれないが、うまくいけば住民が協力してくれるようになるはずだ。早くそうなれば助かる。ヒュー、幸運。ちょっと敵いるから撃ちで降りようとしたの。はい、こんばんは。ダイナミックエントリー。エントリーしてないじゃんそれ。横にそれてっちゃう。ミスった。エリアの偵察を要請した。はい、エリア偵察5名。ああ、なんだっけこれ、 EMP のさ、ドローンいるのかな。あ、いらねえよ、普通に入れる。どこ、この辺。あ、大丈夫、バレてるよ。大丈夫。これ発電機か。壊しちゃおうね。ああ、発電機壊した。発電機壊したから警報は聞かないわ。オッケー、壊しとこう。警報を切ってやった。ここ入れるとこないのか、横。こっからしか入れないんじゃね。ならもう電源切ったから殲滅しちゃおう。オッケー。オッケー。おお、一人だけ乗ってきたやつ。なんか綺麗に。物資襲撃反乱軍スキルポイント、スキルポイント、うん、スキルポイント。 OK で伝承情報か何かがあるから取っちゃう。ああるな。あ、暗い。うん、これか、資料。ニディアは丁寧に扱ってくれる。あ、これ LSA にしたね、これ。何かを隠蔽してるか、情報をつけるのは苦手かのどちらかです。私が見た限り、彼女は短式簿記で現金主義会計を行っているようですが、これだけの金額とこれだけの物量を扱っているなら、発生主義会計を行って叱るべきです。見かけだけでこの世界に入ってきたのだから無理もないだろう。帳簿は穴だらけです。彼女が金を横領してるとしたら、ブラジルからの入金と、ロンダリングしてる現金をかすめることもできます。インディアの忠誠心は疑っていない。お前はボリビアに来て、インディアの業務を監視して正しいやり方を指導してやれ。正直なところ、ロンダリングは全てウルグアイで行うべきです。電子マネーで。とにかく明日の朝の便でボリビアに向かいます。おう、金のことの話か。うん。さて、題名も金について。うん、もしかしたら金かもしんないけど。あ、金か。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。3人目の敵を確認。うん、こんな感じだね。これで全員だわ。警報器はあるかどっかに。ないのかな。ない。鍵があった。ああ、まあスマートに倒してこう。オッケー。このさ、3人砂で一発で綺麗にいけそう。ダメそうだったらフォローするわ。待って、こいつをその前にやるわ。うん。はっ。オッケー。
じゃあまあやるかな。オッケー。お、サプついてないじゃん。そう、さっきヘリ撃ち落としてたからサプ外してたんだ。はい。結局ワイルドチームになってしまって。いや、まあまだバレてない。あれ、警戒解いたね。あ、雨の音強いからか。か。中のやつやっちゃうわ。うん。あ、寝てるじゃん。おやすみ。サンタブランカの表彰メダルだ。シカリオが悲しむな。あと中二人。うん。階段はどこだこれ。あ、こっちか。こっち側。ね、こいつら何やってる。お？何やってるこれ。あ。ヨガか筋トレ？謎。あ、装備装備。よっしゃ。装備。よし、ここの地方の装備チェックしてみよう。あ、スキルポイントあるじゃん。うん。まずは、ライトマシンガンのロングバレル。ほう。SMG のショートバレル。SMG のコンペンセーター。アサルトライフルの AUGA3。ほう。と、こっちは、いろんな武器につけれるアングルドフォアグリップ。結構良さそうなのが、うん、でもここまでだわ。あんまり数はない。うん。で、情報ゲット。バルベチョスにあるサンタブランカの金庫の会計帳簿が見つかった。あとはそこを襲ってプルポを犯人に仕立て上げるだけ。随分簡単そうだな。いつも通りだ。パック、ノマド、バルベチョスから連絡してる。ああ、元気か。どうしたんだ。ニディアの金庫を襲撃しようと思ってる。人を集めて待機してくれ。大量の現金を運ぶ人員がいる。わかった、仲間に伝えよう。おお、金の運搬だわ。おお。だけどまずその暗証番号が必要になって。パックとはよく通信してるけどさ、パック語りに会ったのって序盤だけだからね。しばらく会ってはいないけど。うん、本当の。で、あ、これが金庫ミッションだけど。よいしょっと。どうしようかな。うん、この位置からだと車よりファストトラベルの方が早いね。チャーリーファストトラベル。よいしょ。バイク。そこにあるよ。あった。で、武器を回収しに行こう、先に。あ、違う。パーツ。オッケー。お前これさっき置いてあったやつじゃね。マジで。マジでこれまだ残ってた。支援を要請。バイク壊れたじゃん。いや、マジかよ。マジかよ。これまだあったのかよ。いや知らねえ。知らねえよ。せっかくバイク行くかっつった瞬間バーン。またお前がなんかいたずらしたのかと思ったらフラグだった。いや、もうダメ。ひどいわ。ここ。待て、あれ、武器ケースがあるぞ。何もいない。うん。入れねえ。で、こっちはなんだ。ボーナスメダルを。よし、お次は。あ、また近くにびっくりマークだけど、これは違うか。なんだ、たくさんある。あとはなんかスキルポイント系だね。うん。今ついでに取れそうなら、あ、まあ取っちゃうか。うん。一応ここは空港らしいけど、カルテルがはびこってるよ。管制塔の中。
これ入れそうなところが。うん、ないよね。シーホイル爆破しちゃえば。そうする？ちょっと待って。いけるでし。ドローン展開。あっちのカルテルは一人だけか。あ、二人だけか。あの二人倒しちゃおう。いいよ爆破して。ビクともしない。やっべ、民間人倒しちゃった。あ、ビクともしない？うん。ちょっとグレラウンティブ。この先がバルベチョス空港だ。気をつけろ。SB の縄張りだ。麻薬カルテルが空港を占領できるのか。ダメだ。離陸する飛行機を全部撃ち落とすと脅されたら、みんな電車を使うんじゃないか。車で突っ込んでもダメそうだけど。え、これどうやって入るんだこれ。あ、俺空港の中か。なら入り口に回んないと。あ、ミスった。あー、敵いるね、入り口。待って、もう、爆撃やめよう。おう。敵グループを発見。ユニダット？ユニダット。ユニダットとサンタブランカ。あそこ、爆弾落としちゃえば良さそうだけどな。すごい警戒されそう。いや、落としちゃうわ。おっ。間接照準射撃を要請した。ほう。レッツゴー。え、あれこんなに迫撃を。おお。派手ですね。はい、オッケー。はい。あ、こっから入れた。え、あ、入れた。こんなザル空港で大丈夫。なんもいねえ、なんもいねえってか全然いなかったね。うん。敵じゃないよ、上にいる人。この人一般ピーポーだけど。窓パリンって。はい。後で反乱軍が取りに来れるように。あ、これ。に目印をつけておこう。もう一人がやってくれたら勝手に取らさるんだ。あれ前そうだったっけ。いや、物資は違った気がする。まあ3ヶ月くらいやってなかったからね。アップデートでいろいろ変わってるんだ。カルテルの輸送機の積み荷リストがいつでも出発できるみたいだ。反乱軍が欲しがるだろうな。どうだボス、飛行機でも盗まないか。適当に情報ゲットして、でこっちの方行こう。なんかそこら中に機密情報はあるけど、取り切ったらもうないんじゃないかな。何も。そうだね。何ある？反乱軍ミッション。はい。よし、これで SB のアンテナのところに行けるぞ。カルテルの通信施設の場所が分かった。潰しに行くぞ。これで全部だね。あ、全部だわ。消えたわ、アイコン。あ。で、ちょっとこっちの付近に敵はどのくらい。反乱軍にエリアの偵察を要請した。またいた。所持弾もなんだっけ、所持弾数増加ってメダルある。あ、本当だ。取りに行こう後で。うん、まずはまあカルテルばらけてるからちょっとずつ倒せば。あいつ倒しちゃうか。うん、インカは入れるね。ターゲット排除。あ、かっこいい車ある。おお。と情報もらっちゃおう。警戒してる敵を倒しちゃうね先に。オッケー。ああで待ってよ、モヤがあるからやめとこう。情報取っちゃおう。パシャッパシャッ。よいしょ。バルベチョス空港から出てる車の輸送スケジュールが分かる。これで車を奪って中身をプルポのガレージに届ければいいな。ボーマンがトラックの位置をニリアに流したらあとは見守るだけだ。ちょっと待ってね。あ、タンゴタン。危な。ナイス。サーチ。ニリアの偵察をするよう頼んだ。うん、全部だわこれで。おお。
せっかくだしスポーツカーをいただいちゃおうか。メタルの方行こう。オッケー。あ、早い早い。スルー。あ、ちょっと早すぎるよこれ。制御できてねえし。いや早すぎた。メダルをゲットしたい。ん？メダル、あ、この建物の中か。あ、よし、ゲット。あ、下から見られた。うん、あ、グレネード。あれ、グレネードどこ行った。入れてて、あ、そっから撃って。こっちもグレネードぽい。グラグラ。あれ当たってねえぽい。グラグラ。え、やつどこにいるの。あれ、あ、逃げちゃった。あ、あ、多分ね、敵が絶妙なタイミングでグレネードを投げて直後に爆発したって感じだわ。なんだそれ。え、そんなカカルテルにそんな天才が。メダルと情報はゲットしたから OK。 まあそうだね、取りたいもん取ったし。で、まあ